陽介が実は今日探偵いたんですよ。また探偵いたの？だからやらすなくん。はい、皆さんこんにちは、ニューポレパンチの陽介です。はい、翔太です。はい、今日もやってみましょう。今日は何なんですか？はい、今日はですね、翔太くん、あなたにはカップラーメン食べて何の味か当ててもらいます。ふざけるな。単純なですけれども、僕はですね、そんなただカップラーメン食わせて普通に当てるだけじゃないんですよ。あ、よかったよかった。まああなたはですね、結構ブラインドテイスティング下にですね定評があると僕は思っているんですけれども、今回ですね、私こちらであなたに挑戦申し込みます。インスタントラーメン中身だけ周りはということでですね、やってる企画ですね、はい、カップラーメンにお湯入れてない乾麺の状態で、あなたに何のカップラーメンなのか当てていただきます。お湯なし。お湯なしです。それは話が変わったので、ということでですね、まあこちらですね、今回5種類ご用意してありますので、まあ味とカップ麺の形とかですね見て当てていただくっていう企画やっていきたいと思います。やってやろう。はい、それでは早速やっていきまーす。あらこちらの50位をやっていただきます。おうラーメン博物館みたいになってるけど、じゃあ早速行ってみてください。てかさ、これさ、チャーシューがさ、ついてんだけどさ、これなかったらさ、やばくない？だからなかったらこれやばいでしょ。これはちょっと世界を許してくれませんよ。もう入れなきゃいけなくなっちゃったじゃん、今でもね。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。まずこれそばじゃん、完全に。あ、まあそばだね。そばって言ってもいいのね、何種類かあるからね。で、多分これはね、焼きそばなんだよ。で、なんか俺これチャーシューのこの感じと、あのこの細い麺、細麺ね、これね、あなたもの日清麺職人、日清麺職人だと思う、だと思う。なるほど。この細麺、匂いはこれはさっき醤油だった、豚骨醤油だ。フレーク、あ、わからんわからん。化学調味料の味お湯を入れて初めてその味になるようにできてるなるほどね。化学の味がする。化学の味がするとドクターストーンみたいなこと言うなってかじっていけば。じゃあこれいただきます。はい。歯茎が痛い。バカかこいつ。おお、しょっぱい。めっちゃむずい。なんか食ったことあるんだよな。明太子の味がするんだけど。それうまい棒のさ、明太味。ああ。味がするの、この粉。食ってみ。ああ、わかる気がする。じゃあ一旦第一ヒントをいただきます。第一ヒント。この二つにはちょっとその上に乗った具をちょっと乗せてあげたいと思います。何？何これ？はい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 。謎肉ですね。わかりました。謎肉ですね。あ、シャリシャリだ。シャリシャリシャリなんだ。思ったことがあります。これめっちゃ辛いわ。分かったかもしれない、この2つは。まあこれは分かったじゃん。で、これも分かったわ。まあこれは焼きそばなんだけど、うん、これね、麺の太さ分かんないんだよなそうそう、これね、乾麺の状態だとね、麺の太さが分かんないのがめっちゃネックになってくるからね。ちょっと豪快に食べてみて。志村けんとスイカ食うやつわからんわからん。あんまり美味しくない。これはね、もうね、ヒントもらわないとわかんない。気持ち悪いな。申し訳ないけど、ね、この3つも1個ヒント欲しいです。わかりました。じゃあこちらもじゃあ具を乗せていきますね、はい、これはこちらですね。なんでもこれ乗っとるんじゃあとこっちはこれあの具がないんで、パッケージの切れ端を。おー、いいね。こちらです。プロねー。あ、これはこれはこちらですね。辛味噌あとこれ液体スープもあげる。これそう。いや、わかんねえな。ヒントは、うん、カップ麺は食べたことないかもしれないけど、普通にラーメン屋に食べて行ったことがある。おい、この色合い、まさかロゴにするとさ、この色使われてない。やりますね。じゃあまずこれいこう、はい、この超ノーマルなあの醤油って言ったやつですよ、うん、これは日清カップヌードルのノーマルなやつ。正解だね。まあこれは謎肉をもらったから、あ、まあこんなしょっぱいんだって。あれ塩分やばいんだね。全然こちらです。これはカップヌードルと同じ形だったから、カップヌードルの違う味を持ってきて騙そうとしてるのかなって思ったけどよく見ると太さが違うんですね。あ、上の粉が明太子みたいって言ったし、後からどんどん辛くなったの。絶対辛い麺なんだよ。ヒントでもらったらキクラゲ、うん、まあ中華っぽい麺なのかなっていう。こちらは蒙古タンメン。中卒？あ、中卒まだプロタンの入れなきゃいけないじゃん。蒙古タンメン中卒。この人は中卒なのかな。ということで蒙古タンメン中本正解です。これはちょっと悩んだけど、あ、ひらめいた。あー、なるほどね。おー、やりますね
入れなきゃいけないの？入れるやりますね。じゃあ次これいきます。はい、これはまあどういってもそばですね。かまぼこね、まあこれもどこにでも入ってる。でも本当に記憶のあれだけど、間違ってるかもしれないけど、緑のたぬきはかき揚げしか入ってないの。どん兵衛は確かかまぼこ、あー待って、最初どっちだっけ。かまぼこどっちかしか入ってないんだよ多分、どん兵衛のそばで。では正解です。はい、緑のたぬきでーす。みだらなたぬきでした。みだらなたぬきか、みだらなたぬきですね。はい、次いきます。こちらいきます。次週の黒とチャーシューと細麺、なんか緑と赤、ピップル堂かなと思って。あー、一楽だ、一楽、細麺だっけ。一楽、一楽ってナルトのやつじゃん。そうだよ。何を言ってんだよお前。ラーメン一楽なんて思った。お前下手だお前。もうラーメンどこまでしてんだよ。また入れなきゃいけないじゃん。何が一丁前のこと言ってんだよ。一蘭か、一蘭か一風堂の二択でもう行くしかなくて、一蘭で行きましょうか。じゃあラーメンの正解、はい、こちらでーす。一風堂でーす。おーいい、そこまで行ったら当てろって。さあ、一風堂になっちまった。最高。これはもう焼きそばなんですよ。で、この見た目的にそんなに、はい、細すぎないよね。 UFO UFO UFO、うん、UFO、うん、UFO、 そうだよ。何が UFO？そうだよ。イエーイ。今の終わり方好きだ。めっちゃいいわ。イエーイ。はい、はい、でも全部候補に出てたから偉い。一風堂が一番悔しかったわ。ほぼ出てたら、ね、そこまで。どん兵衛も一風堂も二択のうちで間違えてるから、まあ悪くない。これさ、味関係ないよね。めちゃくちゃ関係ない。